今回やっていくのは呪術廻戦について正直に思っていることを話していきたいなって思います。これさ、何のモノマネしてるかわかります？今回やっていくのはこれ前他の動画でもやったんですけど、もうノータッチ、誰にもね触れられずに流されていったんですけども、結構私の中ではなんか自信のあるモノマネなんで、なんか分かったよとかコメント欄でね、この人って言っていただければなって思うんですけど、まあそんなことは置いといてですね、呪術廻戦に関して私が思っていることを今回ですね正直にお話ししていきたいなと思いますって感じなんですけど、この呪術廻戦2期、渋谷事変に入ってからですね、まあいろんな意見が飛び交ってるんですよね。で、主には2つかなって思ってるんですけど、まず1個目が作が悪いっていう意見ですね。もうこれに関してね、なんかの動画でもお話しした気がするんですけど、もう頭おかしいんですよ。この呪術廻戦見て、作が悪いなーって言ってる人は、もう正直頭おかしいなって私は思ってます。呪術廻戦のね、2期の渋谷事変で作画が悪いって言うんだったら、今期2023年秋アニメのもうすべての作品の作画が悪いと言っても過言ではない。もうそれぐらいすごいことやってるなって、私は思ってますし、もう最新話のさ、スクナとマコラでしたっけのもう戦闘シーンとかさ、もうやばいじゃないですか。えげつなみたいな。劇場版クラスなんですよ。まあ、マコラ戦だけではなくてね、ずーっとなんか、劇場版クラスの戦闘シーンを見させていただいてるんですけれども、無料でね、テレビ放送でえげつなと思いながらね、見ておりますので、それをもう作が悪いな、みたいな、言われるのは、まあ、ちょっと、まあ、贅沢って、かなと思いますよね。まあこれは本当にね、それだけ、作が悪いよって言ってる方に対してはね、いや贅沢ですよと、何を求めてるんですかと逆にっていうところなのでね、まあ、頭おかしいなって思ってます。もう一個がですね、マッパさんですね。この呪術廻戦っていうのは、マッパという、制作会社さんがね、制作されているわけですけども、こちらの制作環境がもう終わってるっていう、そこが非常に話題になるのかなと思っておりまして、まあ、参加されたアニメーターの皆様がですね、ツイートをしてるとこぞって、なんか不満ツイートですよね。で、なんか中には、もう参加しませんみたいな、今後マッパさんのね、制作に携わるのであれば、環境が変わってからですみたいな。もうそれぐらい言われてるっていうところでね、どんな制作環境ね、みたいな。まあ、マッパさんのね、制作環境に関しましてはもう結構前からやべえな、みたいなことを言われていたわけでございます。まあ、呪術廻戦に関しましては劇場版のゼロあったじゃないですか。あれ4ヶ月で作ってる、そう。意味わかんないです。4ヶ月でやってたほんまに意味わかんないから、相当スケジュールがね、えげつないことになってると。で、金銭的なところも、なんかまあ、えげつない感じらしいので、マッパさんっていうのは、まあそこら辺は詳しくわかりませんけども、まあアニメーターさんがね、これだけなんか多くの方が文句言ってるってのは本当に異常なことだなと思ってますので、まあとんでもない環境なんだろうなって思いますし、まあこれがどういう問題が起こるかと、我々視聴者がね、どんな影響を及ぼされるかっていうと、こうアニメ見ててさ、わー戦闘シーンすごいなーみたいな、呪術廻戦すごいなーって思いつつも、やっぱよぎるんですよね。あーでもこれってアニメーターさんが、もう血へどね、垂らしてというかね、もう文句も垂らしながらね、あー作ってんだなってやっぱ思っちゃうじゃないですか、正直。もう、そんな思わないでおこうって思っても、やっぱよぎるのよ。あーでもこれアニメーターさんがとか、クレジットとかもさ、もう原画、第二原画とかもブヤーって書いてあるからさ、わ、もうとてつもない環境でやってんだな、こんな多くの人が、みたいな。そういう気持ちになっちゃうというか、余計なことを考えてしまうっていうのが、こう視聴者にとってのね、デメリットなのかなって思ったりも、します。まあこの2点がですね、主に言われてるのかなって思うんですけど、まあ正直私にとってはどうでもいいんですよ。この作画が悪いってね、わめいてる方々も、正直私は一回も呪術廻戦見てて、作画悪いななんて思ったことないから、まあどうでもいいなって思うし、その制作環境がやばすぎる問題に関しても、正直どうでもいいんですよ。こう言っちゃうとなんかこいつ白状のやつだなって思われるかもしれないんですけど、だってどうでもいいじゃないですか。アニメを見る我々からすると、制作環境がどうかなんて、正直どうでもよくて、その、まあ、問題ですよ。これはもう非常に大変な問題と思うんですけど、我々が何もできない問題なので、なんか思ったって、もうあんま意味ないじゃないですか。この動画で、山っぱさん、労働環境良くしろって歌って良くなるわけでもないので、まあ、無関係だから、私はもう関係者でも何でもないから、何も変わんないので、それはもう関係者の皆様でね、なんかいい方向に進んでいただければいいなって思ったりもするんですけども、やっぱ作品を見る一視聴者からすると、やっぱどうでもいいというか関係ないお話なので、この、作画が悪い問題と、マッパさんの、制作環境が悪い問題っていうのは正直どうでもいいなって思っていたりするんですけど、私ね、呪術廻戦見てて、一番、あれっていうか、なんでなんって思うことがあって、その中身がないってこう、めちゃくちゃ言われてるところがですね、私、ちょっと、
引っかかるポイントかなって思っていたりするんですよね。で、それこそ、まあ、先ほども言いましたけども、最新話のね、スクナとマコラ戦がわー言うて描かれた、回ですけども、これもやっぱ中身がないって結構言われてる印象です。ツイッター見てても、まあ、戦闘シーンはすごかったけれども、中身ねえよな、みたいな。言われてる印象があって、まあ、分からんこともないっていう私もいたりするんですね。なんでかっていうと、もう戦闘シーンめっちゃ長かったじゃないですか。スクナとマコラの戦いがね。えらい長かったんで、正直ね、私、長いなって思ったの。マジで。見ながら、いや、また戦うんですかみたいな。アニメーションが素晴らしいのも、分かるし、迫力ってのはすごい伝わるんですけど、長いなーみたいな。正直、飛ばしたいなって思っちゃった。もういいよみたいな。もうお腹いっぱいですみたいな。感じになっちゃったって、なっちゃってたんで、私もね。だからその、戦闘シーンだけだなーみたいな。中身にいいなーっていう言われる気持ちもやっぱ分かるんですけども、でも最新話って、私、中身としても面白いポイントはあったんじゃないかなって思うんですよね。まあ、それ二つあるんですけど、一個目がやっぱり虎杖ですよね。はい。最後の虎杖が、まあ、非常に、こう、心をね、こう、キュッと、なってしまうという、ところでございまして。冒頭でもありましたけども、その虎杖っておじいちゃんと約束をしていて、何かっていうと、お前強いんやからみんな守れ、みたいな。そういう約束をおじいちゃんとしていたんですよね。まあそれを冒頭でね、アバンでこうやっていてからの、まあ最後のですね、もう渋谷が吹き飛んでるところを見る虎杖って、これ別に虎杖がやったわけじゃないんですけど、まあ中にいるスクナがやってるから、まあ実質、虎杖はやってないっちゃやってないけど、でも関与してるしなっていうところですよね。で、その目の当たりにして、虎杖が、いや今のまんまやったらただの人殺しになってしまうみたいな、いやここから頑張っていこうみたいな、形やったかと思うんですけど、あの虎杖のね表情ってどういう気持ちなんっていう、ポジティブなものではないよなって、闇落ちしててもおかしくない表情してるしなみたいな、まあ、まだわかんないですけどね、虎杖がどういう気持ちかわからないですけども、まあ、ここから主人公としてやっぱ物語が動いていくというか、ここまで虎杖何もやってないからね、正直なんかトイレで戦って負けたぐらいしかほぼやってないから、あとなんかバッタみたいなやつ倒したぐらいしかやってないんで、あここから虎杖を軸にしたもの物語が始まっていくんだろうなと。あ、だからここで、あ、オープニング流したのかなっていうところで、やっぱその虎杖の物語っていう見せ方も、まあ非常に面白かったんじゃないかなって思いますし、あとは、スクナが一体、恵みに何を求めてるのかっていうところですよね。で、やっぱずっと、スクナって、伏黒さんのことをね、好きなわけでございますので、ね、大切にしてるっていう、ところあって、今回も助けたわけじゃないですかね、伏黒を。で、そこで、なんか、お前にはやってもらわないといけないことがあるみたいなことをスクナが言ってたんですよ。何をさせるのっていうね、それは渋谷事変のね、間でやるのかどうかはわからないんですけども、まあそこら辺は気になっていきますよねっていうところで、全く中身がないわけじゃないと思うんですよね。面白いポイントはやっぱ要所要所ね、あると思うんですけども、やっぱいかんせん、戦闘シーンだけこう言及されてしまってるっていうのがですね、呪術廻戦非常にもったいないなと思っている次第なんですよね。で、これめっちゃ不思議なのは、こうアニメ勢がですね、中身ねえなーみたいな、戦闘シーンだけだわーみたいな、いうのはわかるんですけども、原作勢の方は一体どこへ行かれたのかなって正直思っておりましてですね、そのアニメが放送される前っていうのが、渋谷事変はめっちゃおもろいと、その呪術廻戦の中においてもね、渋谷事変、バカほどおもろいからと、楽しみにしとってくださいねーみたいな、めっちゃ言われてたんですよ。ツイッターとか見ててもめっちゃ言ってる人多かったんですよね。どこ行ったんって、全然、ツイッター見ててもさ、いや渋谷事変のね、まあ、戦闘シーンがいいっていう感想流れてきますけども、なんかここが良かったですね、みたいな、中身に言及するツイートは全く流れてこないから、どうしたと思って。で、私、わからんよ。私本当に漫画読まないんですよ。今まで人生で読んだ漫画っていうのはドラゴンボール。はい。ドラゴンボールと、いちご 100% と、学校暮らしと、進撃の巨人だけだから、あれなんですけど、まあ、例えばね、進撃の巨人なんか私ね、こう読んでる時って、話がおもろいから読んでたんですね。で、進撃の巨人って、まあ、呪術廻戦と同じですよね。マッパさんがね、途中から、最後までね、制作されましたけれども、まあ、戦闘シーン素晴らしかったと思うんですよね。ただですね、こう漫画読んでる時に、私戦闘シーンすごいなって思いながら進撃の巨人読んでたかっていうと、全くそんなことはなくてですね、あんまイメージないんですよ。漫画読んでる頃に、アクションシーンすごいなみたいな、漫画ピラピラみたいな記憶がなくて、単純に話がおもろいから、進撃の巨人って読んでたんですよね。で、アニメ化した時に、戦闘シーンの凄さっていうのが、まあ、
上乗せされたみたいな感覚なんですよ。だから私の感覚ですよ、これ本当間違ってたら申し訳ないですけど、漫画よく読んでますよって方からねご指摘いただければなと思うんですけど、渋谷事件おもろいってこう原作勢の方がおっしゃってるっていうことは中身がおもろいっていうことやと思ってたんですよ私は。ないんですけど蓋を開けてみたらね、中身おもろいぜ消えちゃってるからどこ行っちゃったのっていう、非常に不思議に思ってるわけでございます。まあさらになんですけど、これ言っちゃったらこうアニメーターさんの方にね失礼になっちゃうかもわかんないんですけど、まあその呪術廻戦のね戦闘シーンが素晴らしいってのはそうなんですけど、ここまでやる必要ってあんのかなって私思っちゃったりしてですね、なんか一定以上の素晴らしさがあったらなんかそれ以上なくてもアニメとして面白くなるんじゃないかなみたいな。だけどやっぱその上を目指していきたいっていうやっぱそのアニメーターさんというかクリエイターさんの気持ちもわかるんですけども、もう呪術廻戦もそこが凄すぎるから中身が見られてないっていうね。でしかも凄すぎるがゆえにちょっとでもね前回よりも劣っちゃうともう作画悪につながってもなんかまた中身に言及されないっていう、なんか非常にもったいないことやってるんじゃないかなって思ってたりもします。はい。で今回のまあ最新話もね面白かった、中身もね幼少女良かったよって話をさせていただいた中でね、あの長すぎるっても言いましたけれども、多分その板取りがショック受けるっていうところでやっぱ終わりたかったと思うんですよね。まあ最後まあ七海のあれもありましたけれども、がゆえにその宿儺とマコラ戦が長くなっちゃったのかなみたいな、間延びしちゃったのかなとかも思ったりもしますし、でも戦闘シーンさずーっとバコバコって迫力あるのものもね見せていただいてもやっぱ胃もたれするしみたいな、わかりませんけど、わからんけどマッパーさんやったら、ね、別にもうちょいクオリティを落としてやったとしてもすげーっていう、クオリティすげーっていうラインは超えてくるんじゃないかなって思うし、こんなスケジュールカッツカツにしてアニメーターさんに文句言われてなんか賃金問題とかなんやかんやね言われてやるよりはもうちょいなんか余裕を持ってやって、全然もっと中身を見せるみたいな、中身をこうもっと分かってもらえるみたいな作りにした方が呪術廻戦って面白くなるんじゃないかなって個人的に最近見てて思ったっていうお話でございました。まあ、あの、勢いで今回動画撮ったんで、どちらかってたかもわかんないんですけど、まあ、正直、あの、言いたかったことね、まとめます。はい、まとめますと、本日、20時です。はい、本日20時より、呪術廻戦第2期の前のね、なんかあの、五条の過去編のなんか、あそこら辺のエンディングでした、赤い、こちらを、声優の山根彩さんがカバーした動画が投稿されます。あの、チャンネル、山根彩さんっていうのはですね、アーティスト活動やってまして、まあ結構いろんな楽曲でカバーしてるんですけども、そのカバー曲をアップしてる YouTube チャンネルが、ね、山根彩さんの YouTube チャンネル、ややレコーズっていうのがあるんですけど、それあの概要欄貼っておきます。そっから、8時、20時です。はい、20時に、明かりが更新されますので、ぜひともそちら視聴してみてください。本当に素晴らしいですけどね。山根彩さんの歌声は、まあ、明かりも、もううまくね、山根彩さん色も出しつつ、も原曲の良さも大切で、山根彩さん呪術廻戦大好きなんで、あの五条大好きっていう、五条はね俺の夫みたいな、なんかそんなこと言ってるような感じなので、そういう呪術廻戦が大好きで、で歌も大好きでっていう山根彩さんが歌う呪術廻戦のエンディングテーマ明かり絶対素晴らしいので、ぜひとも視聴してみてくださいという動画でございました。山根彩さんのですね、カバーを聞いたよって方はコメント欄で感想を教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おすすめ動画どっかにあると思うんで、あと1本くらい視聴していただくと幸いです。ハッピーな君だ届けで。